はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。私は何人かの生徒さんと11月29日から12月3日までタイのバンコクに行ってきます。いきなりね、タイの動画っていうのをこの中国の海外物販のチャンネルの中にボコンって差し込むと、お前なんだと、いきなりタイに浮気しだしたんかって思われるかもしれないんで、そういうことは決してないですよって話を今回させていただきます。とはいえ、じゃあなんでタイ行くんだっていうところと矛盾が生じかねないので、そこに関してもしっかりと説明させていただきたいと思います。まず結論から言うと、中国で十分なんですよ。中国で十分。これが私だけではなくって、タイの物販の重鎮と話した時も、クロちゃんなんでタイに行こうとしてんの、別に中国で十分じゃんって、そのタイの重鎮すら言っていたことなんですね。それぐらい中国っていうのは素晴らしい市場なんです。それはそうなんだけれども、タイはタイで魅力ってあるわけですね。よく皆さんが最近のタイ物販の塾とかでギャギャ騒がれているのが、ワニ側がどうだ、 A 側がどうだだとか、シルバーアクセがどうだとかあるんだけれども、やっぱりその繊細な日本人に比較的似ている、手先が器用な人たちが作る繊細な細工だったりだとか、まあ、工芸品だったりだとか、各商材商品、そういったものっていうのは中国にもあるっちゃあるんだけど、中国よりも、あ、こういう部分繊細だなっていう発見があったり、中国にはあんまないぞなんて部類の商品っていうのもあるわけなんですよ。これは公衆卸場ツアーに参加する際に、私がよく参加される生徒さんによく申し上げてることなんですけど、自分の世界が広がると相対的に自分の悩みっていうのが小さくなる。自分の100という世界の中で10の悩みを抱えるのと、500という世界の中で10という悩みを抱えるのだと、単純に100のうちの10だったら 10% の重みを感じるんだけれども、500の広がった世界の中で10のことを考えると50分の1だから 2% の重みになる。相対的に悩みが小さくなることによって、本当にそれについて悩まなくなって、より前向きにポジティブに進んでいくことができるだとかね。あとは今まであんまり言わなかったんですけども、広州って日射量がすごく多いので、セロトニンっていうのは日光浴すればするほど分泌されますから、でセロトニンっていうのは幸せホルモンと言われているものですから、広州もそうだし、さらに日射量が強いタイっていう国は、そのセロトニンの分泌による幸福感が非常に上がっていく。で、幸福感が満たされていくと、さらにね、その世界が広がるプラスセロトニンの分泌によって、ご自身の悩みっていうのが無償してポジティブな気持ちになる。ポジティブな気持ちになると、いろいろな臨機応変さっていうのもさらに生まれてくるし、アイデア想像力っていうのも感化されるっていうふうに考えているんです。だから世界を広げるという意味で非常に有益なことなんじゃないかなと、それは自分だけじゃなくてタイ生徒さんに対しても思ってます。だからタイに行くっていうことなんですよね。でも最終的にはタイの商品を中国の工場に渡して作りゃいいじゃんって思ってます。だから結局タイはある種のプロセスであって、もしくは中国にない刺激っていうものを味わうための新たな新境地の一つに過ぎなくって、最終的には中国ですよっていう感覚は自分自身持ってます。で、この後全く別の話になりますが、最近タイ輸入タイ物販のことををネットビジネス界隈でみんな騒いでいる件について、これ自分の試験意見っていうのを述べさせていただきたいと思います。ネットビジネスって分かりやすい流れなんですけど、一つのビジネスがドカーンって出ますよね。例えば3年4年前5年前ぐらいだったら無在庫転売がいいぞみたいな塾がうわって出てきて、で無在庫転売をバーってやるだとか、3年4年5年前ぐらいにやっぱり相乗り出品がいいよって言って相乗り出品塾がうわって出るんですよ。で、相乗り出品がうわーって出て、それでみんな同じことを同じように、なんて言うでしょう、深みのないようなやり方でみんなカリキュラム通りに進むような中で、それやったみんなやったら、そういう意味では飽和するじゃないですか。飽和とか再現性って言葉はあんま好きじゃないんですけど、その誰でもできるやり方でみんなやったら、そりゃその誰でもできるやり方は飽和するじゃないですか。で、その場合、じゃあ今度はこっちがブルーオーシャンだっていう言葉を使って、相乗りじゃなくて新規出品の塾が出てくる。で、新規出品の塾がわーって出てきたら、みんな同じやり方であんまり深く考えず新規出品やるから、やっぱりそこが飽和するというかね。で、それだともう稼げないって言い出したら、今度は OEM 塾だって言って、 OEM がブルーオーシャンだっていう言い方をして OEM やるわけです。で、そのもっとでっかい版の流れとして、中国輸入はもうダメだ、アマゾン輸出だとかね、セドリはもうダメだ、中国輸入だとかね、このなんて言うでしょう、この同じ物販の中でも、そのどこの国から仕入れてどこに売るかっていう、この大きな意味での手法に関しても、2、3年ごとにこっちはダメだからこっち、こっちはダメだからこっちっていう風に、どん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 ね、
あのアピリ方っていうのはあの手この手で変えていくパターンの人たちが多いんですよ。で必ず言うのがブルーオーシャン、先行者利益、この2つの言葉っていうのをわって使う。これマルチの人だって使ってるんですけどね、よくマルチの人だって新しいマルチのなんかそのコミュニティみたいなのを作るときにブルーオーシャンと先行者利益っていうのを言うと、まあイナゴの群れみたいな感じで、何でもかんでもこっちはダメだからこっちがブルーオーシャン先行者利益で、こっちがダメだからこっちはブルーオーシャン先行者利益っていう流れでバンバン進んでいる人たちっていうのが多い気がします。タイの物販の魅力は認めますよ、でもいいんだけれども中国でいいじゃんってずっと思ってますし、これからもずっと思ってます。要するにその浅い部分でこれが飽和だ再現性がとかブルーオーシャンだ先行者利益だレッドオーシャンだみたいなことを言う必要なくって、物販それ自体っていうのはシルクロード貿易以前からずっと行っていることだし、中国輸入物販だってね、結局のところシルクロード貿易の中国の陶磁器を日本に持ってくるってその流れの続きじゃないですか、延長線上じゃないですか。だからこのやり方自体が飽和するだとかダメになるだとか、こっちはダメ、もう中国何々はダメだからタイだとか、タイはダメだからどっちだだとか、もうそういうなんて言うんでしょうね、その引きずり回すようなやり方で人を集客しようとするのは間違ってると個人的には思ってます。だってタイが好きならタイやりゃいいし、私は中国がすごいと思ってるから中国やってんだけど、中国がすごいと思ってやってる人間が何年かして、じゃあ中国ダメだから今度は日本アメリカだみたいなことをいきなり言い出したら、どういうことって、そのビジネス好きならそれを貫徹してやり続けるべきじゃないですか、っていうかやるのが自然でしょ、そういうふうに個人的には思ってるんです。だから今回話をまとめると、性風俗が合法だとかいろんなことも含めてタイはいいぞってみんな言うのもわかるんですよ。わかるんだけども、自分は物販セラーとして、いや本当中国でいいじゃんってずっと思い続けてる人間です。まあ、だからこのコンサルティングやってるわけですからね。中国アメリカやってるのは中国が大好きで、アメリカに売るってことも大好きだから中国アメリカをやり続けてるんですけど、当然の話なんですけど、だからそこに関してフラフラする必要はないと思います。だから今後皆さんがね、私がタイバンコクに行きましょうって言ったから変に思う必要もないし、結局タイで商品買い付けてそれを単発で売ってね、メルカリで流して、で利益を得るだとか、タイの商品を場合によっては私の生産だとアメリカに流すってこともできますよね。だからそういうことを行って商売を展開するっていうのはいいんだけど、とにかくやっぱ根っこはちゃんと中国に持っててほしい。それは自分もそうだし、私の生産もそうだし、でそこに関して中国はダメだからタイっていうやり方は絶対におかしいと思う。中国も素晴らしいんだけど、タイはタイでも魅力があるからタイをやって、でその良いところをちゃんと中国、自分の根っこ足が根付いてるのは中国ですから、その中国にの業者と交渉して商談してやり取りして、そのタイの良さっていうのを生かした商品っていうのを中国で作って売るっていうやり方で十分なんじゃないかなと個人的には思ってます。こうというわけで今回はバンコクタイに行ってきますっていう話と、まあ、行ってくるっていうと、え、お前タイにうつつ抜かし始めたんかって思われるかもしれないですけど、そういうノリではないので、そこら辺っていうのはご安心いただければ、あくまでも私は今までも今もこれからも中国から商品を仕入れてアメリカに売るっていう物販の講師でありセラーでありますので、そこら辺はねぜひぜひ安心してください。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。